白川藩主だった松平定信公を祀る白河市の南湖神社。渋沢栄一の支援も受けて、およそ100年前に創建されました。昨日からは新紙幣の発行を記念し、渋沢栄一直筆の文字を記した御朱印とお守りを取り扱っています。渋沢栄一の顔が切り絵で描かれたこちらの御朱印、重ねて楽しむこともできます。今日は早速新紙幣を納めて御朱印を受け取った人も。よろしいですか、これ新しいの。新しいのでいいです。今両替したばっかりですから。ありがとうございます。一番最初にここで使おうと思って今来たんです。ご縁があるよ、何かいいことがありますように。満足です。最高です。この御朱印などを目当てに昨日から多くの参拝客が訪れていて、南湖神社では白河市全体の PR につながることを期待しています。白河地域のいろんなところ、良いところを見てもらって、おいしいものを食べてもらって、地域全体で今回の新紙幣発行をお祝いをしつつ、地域も盛り上がっていけたらなと思っています。